都内某所なんですけれども、オフィスですよ、完全な完全なオフィスなんで、はいはい、あんま大声出せないんですけど、はい、最近ちょっと先生が変な動きというか、はい、なんかどっかすぐ行っちゃったりとか、なんか怪しいんですよ、怪しい、寝てないとか言ったりするので、何をしてるんだっていうので後をついてきたんですけど、某オフィスにたどり着きました。とんでもないスキャンダルがあるかもしれません。そうですね。でこの会議室に行ったわけですね。はい、もう早速突入、突入してみましょう。何をしてるか入ってみます。頼もう。おー、びっくりした先生。びっくりした。何してるんですか、マジで。怪しいですよ。会社立ち上げた。いや、会社立ち上げた。でっけえビルだな。はい、なんすか。来たの。来ましたよ。あら、ちょっとすいません、今会議中なんで。これ、同情生。一応同情生じゃないですよね。学研の、はい、学研さんのオフィスだったんですか。そうですよ、担当者の方ですよ、池内さん。池内さん。はい、めちゃめちゃお世話になってますから。何の打ち合わせしてるんですか。あれですか、書籍。今度発売される書籍、はい、宣伝したんですけど、一回 SNS 上で、はいはい、はい、これがまだあのね、全然全然しびれる進行に今なっておりまして。そうなんです。どういうことですか、書籍が予約がないってことですか。違うんです。予約がバンバン来てるのに出来上がってないんです。出来上がってない。何をやってんすか。12月あんたが悪いんじゃないですか。誰が悪いんですかこれ。ポンコツ。いやいや、僕がね、だいぶあの押してしまいました。めっちゃ赤いペン入ってるけど、これは何。もう今もうまさにこう直しをしている状態で、はい、はい、もう昨日もね、もう終電ギリギリまで打ち合わせしてました。これはな、はい、何の本を出すんですか。石東郷の本です。先生の。はい、僕の本。自伝。自伝ですかね。はい、半世紀が全部先生の手で、はい、あの、そうなんです。書いていただいて、今回ライターさんを平さんぐらいもう先生に忠誠しちゃってる感じが。いや、もうなのでスケジュールグダグダになってしまってるのは全部私の。そんなことないです。なのでってちょっと今軽く平さんディスりました。そういうわけじゃない。いや、僕がかなりあのライターさんなしでやらせていただいていて、今回あ、先生が全部全部書いて、はい、でようやくね形に。でこちらがその、はい、普通に文章を整えようと思って、うん、こう赤字を入れたりして見せると、僕はそんな表現はしないんだって言って元に戻される。一丁前なこと。いやいやいや先生、でもこっちの方が読みやすいですってっていうので、ずっとケンケンガクガクやらせて、昨日もすごかったですよ、はい、まずその自伝で、これはどっちからこの話が、やっぱ学研さんから東郷先生に言ったんですか話を。あ、もともとですね、はい、2020年か、はい、にあの仲のいい先輩が YouTube でなんかすげえやついるぞって見せてくれて、はい、で見たらあのやっちくんチャンネルなんで、はい、毎日のやつで、でやっぱ僕らずっと格闘技とか見るのも好きだったので、はい、ああ本物だってことになってですね、うん、でまあ本書いてくれないかなっていうのでアポイント取らせてもらって、で初めて会ったの20年です、ね、そうですね、はい、そこからです、はい、で本を出して出してって口説き落としたみたいな。一回ねポシャったんです。でその時ちょうど先生がそのいろんなことでバタバタされてる時期だったんですけど、その時何をしてたのかっていうのを全部書いてます。ぜひ読んでいただいて、これもういつ発売。12月22日に。これはまたすごい日なんですよね。そうなんです。これがすごいですよ。これタイトルが陰と陽って言うんですけど、はい、ちょっとあのカニの表紙のデザイン、ね、ちょっと持ちながら出しましょうか。ゆきよさんじゃあ、はい、かっこいい。これしかもごめんなさい、まずこの表紙がね、うん、あの中身もそうなんですけど、写真家の広木村さんという写真家の、うん、広木村さん、はい、が撮ってくださって、はい、もうすごいこだわりの、うん、かっこいいもんね、スマートだ、かっこいい、はい、で中もなんていうんですか、写真がフォトページがありまして、はい、そこで広木村さん、それからまた別のページでスタイリストの鉄平さんだったり、はい、そういったクリエイターの方が関わってくださって、すごい本になってます。とにかく発売日のそうで、発売日が12月22日なんですけど、その日が冬至、はい、でその日は陰から陽にこう物事が転換する日と
言われていて、さらにこれたまたまなんですよ、12月22日、なんと1973年モンヨドラゴンが公開した日らしいです。たまたま、たまたま、あ、たまたまって言っちゃいますか。たまたまじゃないですか。そこがつながってきて、狙ったっていうふうに、狙ったっていうふうにしたかったんですけど、はい、いや本当に偶然だったんですよ。まあ、はい、そのまず分かります、それは、はい、あの YouTube 見てて、はい、俺か東郷先生、うん、どっちに本書いてもらおう、絶対東郷先生ってのは分かるんですけど、はい、でも最後これ OB は誰なんですか。 OB、 OB、 あー OB ですね、あの OB、 あ、 OB の方なんで分からないですか。いやいや、 OB、 まあ、OB って、はい、OB っていうのも決まってるんですか。決まってます、決まってます、すいません。あ、そうだね、ゆきおさんに頼むの忘れてました。候補にも、いやいや、とんでもないですよ。候補にもなかった。いや、とんでもないって言うじゃん。候補もとんでもないよ。上がるわけないってことですよ。上がるわけない。え、OB は言っていいんですか。言っていいんですか。もちろんです。誰ですか。マンボウヤシロさんにお願いしました。まあ、僕がすごい敬愛してるし、はい、ちょっとこの本の中でも入って、あ、そうですね、あのエピソードもあったっていうことで、すごく大きなきっかけの、そうそう、っていうことで、ヤシロさんにお願いして。どうですか、池内さん的にはこの本はどういいですか。いや、やっぱりそのこれまでその YouTube に出てからの先生の姿ってみんなこう、うん、チャンネルで通して知ってらっしゃると思うんですけど、はい、全員の疑問がこの人何者だっていうのと、うんうんうん、なんでこんな人が生まれたんだっていうところにやっぱり興味がいくと思うんですけど、はい、あんまり番組とかで語られてないので、そうですね、はい、そのあたりが全部先生の自分の手で書いてくれてるので、はい、はい、本当にしんどかったです。いや、だからずーっと徹夜とか、そうそう、全部自分で書いた。本当そう。一言一句。酒飲みながらこういう感じやとかっていうわけじゃないですよね。はい、指示出してとかじゃない。本当に自分と向き合って書きました。うん、すごい。でこれは神戸と俺は一丁紙できず。やったらもう帰ります。紙だとよ。いや、勝手に潜入してとか言ってるけど、来てますかね、田中。あんたの売り上げの貢献のために僕ら動いてるんですからね。ありがとうございます。ミニコントして追っかけてきましたって、なわけないでしょ、セキュリティバッチリのビルに。そう、信じられないセキュリティ、これがなかったら入れないですから、ね、高層ビル、高層ビルの追っかけてきましたわけねえだろ。俺五反田に住んでるんですよ。そう、近さです。このビルで態度当たらないんですから。ねえねえ、五反田住んでるって言っていいの。いいよ、このビルで態度当たってない。洗濯も買わわからないんですよ、一生懸命。まあ、それぐらい立派なところで先生が打ち合わせされてるということで、すごいね、すごい、はい、いや、だから12月22日、はい、に間に合うように予約はどっからですか。もう販売してますよね。もうしてます、予約開始してます。概要欄に、概要欄に、その電子も対応しました。電子も、あ、電子も、電子書籍ですね。はい、Kindle で読めるわけですね。そうですね、できるということで、はい、あ、読む、はい、もうぜひ読んでもらいたい。ちょっと待ってください、早くやってくださいよ。出来上がらない可能性あるってことですよね。そんなことない。今それが出来上がらないよってことはないよ。詰めて詰めて、かなり詰めてやってます。でも全部出来上がってるけど、あとは直し直しで。そうですね、うん、はい、なるほど。まだ目次できてないですけど、目次がまだできてないみたいです。目人、目人、目人、目人じゃない、絵になってるよ。ワインチャンネルやりすぎて、目人ってもう間違ってた。ああ、違った。ごめんなさい、ごめんなさい。ヒロって出てきた渡辺しかおかしいね。俺ら邪魔しに来てる、打ち合わせもしかして。はい、はい、だったら先生自信作というか自伝で、まあ確かに先生はそのすごい技持っててジークンドやってるんだけど、はい、今までなんでどうなって、どう育ってきたっていうのは確かにわからないので、はいはい、そうですね、まあ、そこを余すとこなく本当自分の言葉で書いて、はい、心のこう機微というかそういう部分もこう繊細にこう書いたつもりでいますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、カメ帰ろう。カメ行こう。何か、いや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 、まだ何かありますよ。出そうとしてるね。出そうとしてる。本出そうとしてる。いや、一回アンプニーが、うん、やったの。いや、アイアムジャパニーズっていう、うん、昔、うん、8年前ぐらい出したんですけど、20冊しか売ってない。ほんまに、ほんまに日本だけで。一回も見たことない、アイアムジャパニーズ。こんなね、その友達の悪口言うのなんですけど、あれは一番売れてないです、世の中で。ゆきおさん書いても多分同じですもん。アイアムジャパニーズ書いても機会があれば、はい、機会があれば、アイアムケバブでもお願いします。25冊25冊で、ね、じゃあ、はい、この陰と陽、うん、
絶賛、予約受付中で、はい、なってますので、はい、渾身の作品、はい、そうですね、はい、頑張って仕上げます、はい、よろしくお願いします。よし、ありがとうございました。ありがとうございました。一言も喋ってない。あなたは何？アシスタントです。アシスタント、はい、2人もつけて、もう半分行こうぜ。行こう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 、ありがとうございました。ありがとう。